皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はね、髪をちょっとバッサリ切ってみました。もう夏仕様ということで、でこの辺まであったのもね、もう一気にここまで切っちゃいました。バーンってすごくさっぱりして爽快な感じがします。で今日はカレーを食べようと思うんですけど、ライスをガーリックライスにして、この間のカレーをねぶっかけてちょっと食べようかなと思います。それでは作っていきたいと思います。はい、そしたらですね、まずガーリックライスにしていこうと思います。はい、まず使う材料なんですけど、ニンニク、ベーコン、これガーリックバターなんですけど、またあの動画で、はい、レシピ配信していこうと思います。それをねちょっと使ってガーリックライスをねちょっと作っていきたいと思います。ではまず切るニンニク、粗みじんぐらいでね切ってください。あとね、ベーコンもこれぐらいで、はい、まあ、お好みでね、適当でいいと思います。この辺は、はい、こんな感じ、はい、先ほどのあのガーリックバターですね、こちらをいっぱいちょっとぐらい、これはね、なければ普通にオリーブオイルとかでね全然大丈夫です。はい、こちらも一緒に入れてください。はい、これぐらい火が通りましたら、事前に温めてたご飯をね入れてください。吸い通しながらこうやって、はい、するとこの枝間がねなくなってきますんで、これはねうちが作ってるニンニクソースなんですけど、もしあれだったら市販のね、例えばニンニクドレッシングとかああいうなんで大丈夫だと思います。それを大さじ2杯、なければなかったらね別にあの入れても選んでもいいと思います。はい、このスパイスカレーと、ガーリックライスでちょっとしてみました。はい、それでは、いただきたいと思います。いただきます。そしてですね、今日、まあ、夏といえばね、これモヒートをね、作ってみました。カレーはこんな感じで、はい、モヒートですね。このモヒート、イエルバブエっていう品種をね、ちょっと使って、てるんですけど、こちらの地元のねところで酪農屋さんチームスっていうところがあるんですけど、そちらの方で作られてるイエルバブエっていうミントですね。イエルバブエって本当このモヒート用に作られたって言われているミントなので、香りもすごく立つしすごく美味しいです。はい、でまあその酪農屋さんはねもう本当全国的にも割と有名なとこでして、野菜は主に作られている寒鍋のその土壌を生かした寒暖差があるんで、すごく野菜もね糖度が多かったりとかしてね、ちょっと一味違うあの野菜を作られてるところです。はい、ぜひですねあのネットとかもされてるんで、遠方とかでもねご購入できますので、ネットとかで検索してみてください。酪農屋チームスっていう名前です。はい、そこで作られてるこのミント、今日の、ウェイイエルバブエをモヒートにしてちょっと飲んでみます。うまっ。ベースはねラムでね、あと炭酸と砂糖はねうちはあのきび砂糖っていうのを使ってるので、濃厚でさっぱりなモヒートです。はい、うん、うんうんうん、ルーとかで作る味カレーとはまたやっぱりちょっと一味違うかな。まああれはあれでもちろん美味しいんですけど、やっぱりすごいスパイシーで本当めちゃめちゃ美味しいです。ほんのりねすごい辛みもあって、うん、美味しい。このガーリックライスとねめっちゃ合います。肉のトロトロ感とかも本当美味しいです。うん、まあ国産とか海外産とか、まあブランドの和牛の筋とかそんなにね言うほどね値段の差が実はないんですね。ぜひやっぱりいい肉使ってこういう煮込み料理とかね作ってみてはいいかなと思いますけどね。すごいスパイシーで、こっちのガーリックライスとねニンニクがパッとくるんで、うん、めちゃめちゃいいコラボです。また料理だけじゃなくてね、こういうドリンクとかもね動画上でね出していこうかな。正しいドリンクの作り方とかね、うん、うまっ。うん、ごちそうさまでした。はい、今日はですねあのこの間作ったカレーとあとガーリックライス食べさせていただきました。はい、非常に美味しかったです。ありがとうございます。あとですねこういうモヒートとかね、はい、
すごくカレーとね、こういうミント系の、カクテル、濃厚なねカレーとすごいマッチして、すごくこのセットが美味しかった。はい、そんな感じでですね、またこういうのもね、ちょっと動画に、ね、載せたりとかね、これからちょっとしていこうかなと思いますので、はい、継続的な配信をしていきますので、よろしくお願いします。そうしましたら今日は、ね、カレーを食べてみました。美味しかったです。ありがとうございます。